岡県福津市で天然サザエを味わえるサザエ祭りが3年ぶりに開催されています。網の上に並ぶサザエは福津市津屋崎の漁師が素潜りで取った天然物。玄海灘の荒波に揉まれ旨味が凝縮されています。サザエ祭りは市内の農水産物直売所が中心となって設立した地元の地域商社福津飯財が主催する夏の人気イベントですが、新型コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となりました。サザエは鹿より安い1キロ1000円とあって、買い求める客で朝から長蛇の列ができました。磯の香りがして美味しいです。まずどう？初めて食べた。苦いサザエ祭りは午後5時までで、明日も開催されます。